宮島社長は、まあ、大体40代前半の時に経営者社長を継がれたというふうに伺っておりますが、はい、3代目として会社を継がれて、はいはいはい、その後、まあ、大体社長になって 2,3 年後ぐらいに大きなピンチが起きたと、うん、そうなんですよ、はい、その話聞かせてください。うちはその結構大手のビールメーカーさんに炭酸ガスボンベを、うんうん、とご取引させてもらっています。生ビールね、こうしてする、うん、生ビール用のサーバーには必ず炭酸ボンベが必要で、うん、そこの、 充填作業、充填してお持ちしてみたいなことをやってます。でそこでちょっとトラブルが立て続けに起こりまして、はい、炭酸ガスボンベって高温状態になると結構高圧になってシューッと吹き出したりするような作りになってて、はいはい、でそれが従来起こるべきようないところでも立て続けに起こった事件がありまして、はい、その時の対応は結構大変でしたし、しびれましたね。結局事故報告書を書くすぐ書いて出すべきところを結構もたもたしてて書けてなくて、ちょうど私が海外中国市中行ってたのもあって、はい、でちょうどタイミング悪いことにそのタイミングでポンポンポンと起こって、で当時のうちの会社はあんまりそういった報告書というのを書けるような人はいなかったというか、どうやっていいか分からなかったみたいで、じゃあ社長が海外出張から帰ってきたら、はい、もう大変なことになってるぞと、帰ってきたその晩から初めて徹夜で一応形作って、報告書の形作って提出して、一旦まあなんとかそこですーっとこう落ち着いてきた、はいはい、でまあその後結局1週間2週間結構くすぶり続けながらも、まあなんとか収まって、はい、で最後は取引も継続できて今につながってます。経営者としての期待を的な視点での何か教訓であったり、うんうん、はい、はい、今までおそらくそんな大きな期待を経験してなかったはずなんです、うちの会社自体は。大きなピンチを、ピンチというか、まあ、創業も結構年数長いんで、うん、古い社員古い役員とかもいたんですけど、結果的に彼らはその辺の本当の危機対応能力は結局備わってなかったというか、まあ、甘かったというか、うんうん、今の時代本当そういう能力って必ず必要じゃないですか、会社、はい、僕はたまたまその東京のメーカーの方にいて、そういったクレーム対応の部分も見てたのもあったんでしょうね、うんうん、まあ、そこは生かされてたのかもしれません。で私がやり始めてスーッとそれがこう流れ出して、それを見た社員が思うとこあったみたいです。なるほど、こうやってやるものだっていうか、はいはい、小さんの役員が言ったセリフ一言が、うん、まあ、僕が、うん、ちょうど出張から帰ってきて、この初めてこのトラブル対応し始めた時の最初の一言が、僕がいなければあなたたちは何もできないんですかと言った一言が本当にぐさっと響きましたと言ってました。ですね、言いましたそこはすごく後から言われましたね、あれは本当ぐさっときたち、うん、確かにそうやったち、うん、だからなんか僕、まあ、一つのそこが僕に対する見方はもう変わったポイントだったんじゃないでしょうか、皆さんが。ああ、見方が変わったというと、はい、まあいわゆるレールに乗って社長になったようなタイプ、まあじゃないですか、ある意味、はいはい、3でまだ社長 2,3 年目ぐらいですよね、 2,3 年目で、はいはい、40代前半で、はいはいはい、そんなに対してあれもね実績もあるわけで、皆さん、うん、でもそこは大きな起点になったというか、まあおかげさまでそのビールメーカーさんとの取引もずつ続いたし、むしろ増えていったし、うん、まあそれこそ今から考えるとまあいいきっかけ、うん、まあそれはたまたまなんでしょうけど、ね、それをまあある意味乗り越えれたから、まあ乗り越えたってことでしょうね、はい、会社としては何かこう一つこう、ね、はいはい、成長というか、はいはい、ありますと思います。あ、諦めずにやってるとやっぱりチャンスって広がっていくんだろうなと思いましたね、うん、なるほど、うん、宮島社長の大事にされている言葉があると、はい、ぜひ教えていただけますでしょうか。ここまでと思った時にもう一歩粘れ、うん、という言葉はピンチのたびに頭に思い浮かびます。あ、それはどこから得た言葉なんですか。はい、でそれはですね、昔のアニメ漫画で、はい、エースを狙いだったんですけど、でそこの
中の、まあ、主人公が岡ひろみなんですけども、はい、岡ひろみが試合負けそうになってちょっとくじけてへこたれそうになった時に発するコーチの一言がそれだったんですよ。なるほど。でそこはよっぽど響いたんでしょうね。ずっと未だ言ってるぐらいから、うん、それはそのセリフのことを。なるほど。なるほど。その通りやな、うん、ここで諦めて粘れないから負けるんだよね。はい。諦めずに粘ってるともしかしたら勝つかもしれないし、たとえ負けても次につながるかもしれないしみたいな。まあね、だいぶ私も人生長く生きてきましたけど、本当にその通りだと思いますね。へえ。諦めずにやり続けることがどんだけ大事なことか。なるほど。それは幼少期にこうふと出会った言葉が残ってらっしゃるっていう。残ってるんですよね。不思議とね、経営人生が生まれてきた中で、やっぱりこの諦めないことの大切さってなんか改めて感じる部分ってありますでしょうか、やっぱり。本当諦めちゃったらもうそこでやっぱ終わるでしょうし、うん、ちょうど今オリンピックやってますよね。はい。もうまさにほらもうちょっとで負けた悔しい思い出してる人なんかの気持ちはまさにそこなのかな。オリンピックの選手ってその競技だけじゃなくて人生においてもそれは絶対プラスになると思いますね。なる